DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。本日も元警視庁刑事北芝健さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。今日は歌舞伎町のヤクザ閉館になる前から通ってて、18ぐらいから通ってました。歩って大学がね、早稲田っていうところなんで、歩いたらすぐ歌舞伎町なんですよ。明治通りを歩けばいいんでそうするともうすぐに東新宿歌舞伎町なんですよ。それでチロチロと歩くとですね、ゴールデン街その頃からありましたけども、様子は全然違うんですよ。ドン・キホーテも何にもない、それから美味しいところ何もない、ホストクラブもないんです。あってもね、出てくる人がね、50ぐらいのおっさんが出てくる。そういう時代ですよ。若いホストいないんです。そうですね。そうです。ちょうどタイプが全然違う。ホストクラブっていうと、なんか中条きよしとか、ああいうスタイルの人ですよね、昔は。そうそうそう、はい、ワイシャツも襟がこんな高いので。そう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 、それで凝るんですよ。カフスに凝ってみたり ね、ここにあのイニシャルを彫ってみたりっていうヤクザ、ね、ヤクザのホストですよ。確かに、なんかでもホストもヤクザっぽいような、そういった雰囲気みたいなのも、ね、そう、それでこう引きつけるホストさんもいらっしゃったんで、主婦の方多いですけどね、旦那のまあ保険取り崩してきたっていう人もいたし、それでお兄ちゃん遊ばないって言われたことあるんですが、遊べないですよ、18ぐらいで何にも知らないんですから。でもやっぱヤクザもんもいっぱいいますよね。いましたね、当時からね、詳しかったんで、I という会と S という会と Y はまだ来てないんですよ。ただし蒲田、川崎、それから下町のいろんなところから来た変なやつがいっぱいんですよ、どっちつかずのやつが、まあ、それこそ半グレなんですが、半分グレて帰ろうと思えばひどい世界に帰れるんですが、帰らなかったりして、要するに食い詰めた若者が多くて違法なことやってきてるんですが、ヤクザにもならず、ところが肩着にも戻れなくて漂ってる人が歌舞伎町人口多かったんです。だから面白いと思いました。確かに、なんかそういうイメージありますよね、歌舞伎町は。歌舞伎町はね、最初やっぱり働いている人のためにチャイナの方々がね、お弁当届けたりしてたんですよ。その利権をめぐって大陸派と台湾派が殺し合ったりして、片腕切り落としたとかでやってたんですよ。だからね、面白いから18ぐらいから歩って遊びに行くじゃないですか。すごいとこばっかり覗きましたよ、って調理場にいる人たちがタン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 ってやってんのがね、みんなマフィアだったりして、それこそ本当腕とかなんとか。そう、それは面白かった。でも作ってる料理はもう本当美味しいんですよ、最高にうまい中華料理で、そこの中華料理屋がでかいのがあるんですよ、塩田屋さんっていう雑貨屋さんのすぐそばに丸々飯店っていうのがあって、今はないんですが、そこ行くとね、幹部会が毎月行われるんですよ。怖い顔したチャイナマフィアのおじさん方がわーっていて狙ってるんですよ。何喋ったか分かんない、中国語だから。でトイレ間違ったふりして調理場入ってみると、くんなやつがタタタタってこれが怖いやつらだみたいなことが分かりました。それが私の歌舞伎町見聞記の始まりですから。中国マフィアの人たちってお弁当の配達とか、あと何あるんですか？あとは麻薬を持ってきてましたね。それもね、覚醒剤じゃなくてヘロインを持ってきて売りかって、ね、バナナもあるよなんて言われてね、バナナ普通に買えるからいらないんだけどって話があるんですが、高校の同級生でチャイナからグレちゃったやつがいて、それが渋谷に誘ったりね、歌舞伎町誘ったりするもんだから、
お前なんで詳しいのって言ったら親戚いるんだよねとか言って全部紹介してもらいまして、なんでかただ飯のためでした。その他ってありますか、あと薬以外は。薬以外は女性ですよ、うん、あそうですね、うん、まだ18だから関心はあるけど実行行為が知らないんですよ、なんだかよくわかんない。それで妹いるんですよ、10歳ぐらい下の。母親もいるんだけど聞けないんですよ、そういうことは。で歌舞伎町でやっぱりね知り合った今で言えばずっと年若いんでしょうけどおばさんみたいな人に聞いたりしてね、そうなのみたいなね、目が こんなでかくなってたってありましたね。まあそれ若気の若気の至りですよ、18ぐらいの。歌舞伎町はその台湾ヤクザの人も、まあ、そういった、要するにあの台湾の場合は全部親戚なんですよ、謙遜って言って血縁の村から出てくる人が多かったん でその人が一人死ぬとやっぱり盛大なお葬式やるんですが、横浜のチャイナの人も来るんですよ。でご葬儀って言ったらやっぱりチャイナ式でやるんですが、私らには分かんないところがある、道教でやったりするんですよ。だから仏教と違うんですよ。その頃からぼちぼち大陸系の香港とか上海の中国黒社会、マフィアって今言いますけども、だいたい中国マフィアはどのぐらいいるかってことをみんな知らないで怖い怖いって言ってるんだけど、全世界に3000万人ぐらいの華僑というオーバーシーズチャイニーズいるんですよ。その中の200万人が中国ヤクザなんで、日本のヤクザがせいぜい10万人いないかいるのかなということになってるんだけど、それのものすごい倍数が全世界に網羅している中国マフィアなんですよ。200万人なんですよ。でっかいっすね。でっかいんですよ。だからロンドンの中華マフィアの親分、カナダ、アメリカも何州もあるんで、まあ、サンフランシスコとかロサンゼルスとかから南米も入れて会ったことあるんですが、全部気質が違うけど英語喋れる、うん、そうですね、英語喋れるのはあの世界では強いんです。面白いことにロンドンのチャイナマフィアはロンドンなまりで喋るカリフォルニアはカリフォルニアのなまりで喋るんですよ。それがね、州知事だとか民主党と共和党の人たちにお金をあげてるんですよ。アメリカってこんなもんかみたいなね、よく分かりましたね、昔から。でもやっぱ住んでれば喋らないとですね、生活もそうなんですできないですしね。でも六本木にもいらっしゃって、15ぐらいの女の子と昨日いいことしたんだけどさ、今日俺防犯協会の会長になったんだよねって言ってたチャイナマフィアの方いらっしゃいました。私が16ぐらいの時に、まあいろいろあるもんだな、人間は多様性だなと思いましたけどね。この人死んだんですよ去年、だから言えんですがそうですね、15歳ちょっと犯罪ですね当時はね条例なかったんでいたんですけどね。だけど倫理的にどうなのっていうね、家で娘だったじゃないみたいなね、まあどうでもいいですけど日本のヤクザの方っていうのは歌舞伎町では、まあ、同じような心理ですか。いや全然違いますね。あの事務所がない組が多かったです。でも中央線のね、あの連中はねちゃんと事務所構えてて、八王子にも立川にもどこどこにもあるんだけど、うん、歌舞伎町にも事務所あんだよねって言ってた人多くて、それが昭和何年ぐらいですか。昭和30年の終わりぐらいですかね、うんうん、それで今でもどこ行くかって言ったら家から近いところって歌舞伎町の事務所行く人多いんですよ。でこの間ご飯食べた人はお兄さんものすごい大腕って官僚になったんだけど自分ぐれちゃったとか言う人がいて、いろいろあるんで人間っていうのはいいんですけど、歌舞伎町の中で中国マフィア、台湾マフィア、日本の、まあ、ヤクザの分布っていうか、あ勢力はやっぱり日本が、勢力図はねベーシックな基礎的なものは日本のヤクザが全部管理してて、その上に借りてる感じの中国マフィア多かったですよ。何年ですか、あのワールド
トレードセンターがあの2001年です。あれの1年後に9月27日って覚えてるんだけど、中華マフィア VS 日本のヤクザの銃撃事件があって、日本のヤクザが頭を撃たれて2人死んだんですよ、歌舞伎町で。歌舞伎町のあのへそと言われているね、あるビルがあって、そこの1階の店でね、バーンバーンって頭を撃たれて亡くなっちゃった。で、撃ったのが中国マフィア。それから血の抗争が始まって、ずっと12月の末日ぐらいまで血の抗争だったんです。発端は何ですか？発端は簡単に言うと、前の日の午前中に北国の春熱唱大会っていうのがあって、中国で一番流行ってるのが千馬荘が歌った北国の春をみんなでやって、誰が一番うまいか、そしたら金何百万円っていう歌謡大会があったんですよ。一つのスナックを借り切ってすごかった。それでお金を動く、栄養ある、歌がうまいっていうんで女の子にモテるっていうんで、みんなが一生懸命歌うんですよ。で、お金払う段になると朝4時とか4時半とかだから、俺が払うよって日本のヤクザが言う。ここは日本で割るよ、新宿で割るよって言うんだけど、いや申し込んだのはうちだからうちが払うよって言って、流暢な日本語で、まあ簡単に言うとトンペイマフィアって言うんですが、遼寧省出身の人がうちが払うって言ったらうちが払うんだ、何この野郎その何はって言って、ちょっとこういうものでブスブスと下腹部を刺したら大乱闘になって、何十人がそこで乱闘になったんですよ。で、払ってもらえるんだけどメンツがあるんですよ。中国のマフィアに出させちゃったっていうと全然汚点なんで、それを帰化として、もうなんか頼み事に勢いをついちゃって困るっていう日本側の思惑もあるし、じゃあ日本で自分とこの島でやってんのに客にね銭払わした、何この野郎って上からどつかれるの嫌だっていうのはあるし、対立するんですよ。で、結局どうなったんですか？それ結局どうしたかっていうと、12月の30日ぐらいまでに身柄さらわれた、刺された、爪剥がされた、どっちもです。それで死体が転がった、落ち合い浄水場に死体が あったとかで、これはまずいよって言うんで、警視庁が10月になる前に964人体制で組織犯罪対策部っていうのを作ったんですよ。だいたい1000人に近いんだけど、まあ事務の人入れると1000人になるんですよ。で、アレキサンダー大王の頃から、それからまあジンギスカンのモンゴルの時代から1000人置くと収まるっていうジンクスがあって、警察もそれに習って1000人部隊組んだんです。そしたら筒抜けになりますよね、情報が。その1時間後に筒抜けになるんですよ。私ら聞いてて、ああ作ったんだって思ってたら、向こうの世界、反対側の世界でもそれに対策ができてて、東京郊外の府中とか調布とか、あの辺の一軒家で2階建てのお食事ができるとこ借り切って、チャイナマフィアと日本のヤクザが手打ち式やることになった。1月の1日に、それはめでたいって言ってたら、めでたいようなよくわかんないようなって裏社会の人が言うんで、なんでって言ったらね、これでしっかりとした両方が提携されるとね、我々の役目も限定されて嫌だとか言ってて、よくわかんないなと思ってて、2003年の1月になったらもう向こうが業務提携始めちゃったんですよ、日本のヤクザとチャイナマフィアが。蜜月時代で殺し合いをやめて仕事一緒にしましょうと、そしたら空きビルが歌舞伎町はいっぱい目立つわけですよ、ここ何階の何部屋空いたとかいっぱい。そうするとチャイナの資本300万持ってくると、そこでお姉ちゃん入れて営業できるんですよ。そういう時代になっちゃう。で、みかじめ料も取り立てるんですが、2世3世の要するにチャイナのね、旧満州の血を持った人たちがみかじめ料を取り立てるようになった。となるとどうするかっていうと、例えばまあ5万円として3万円がチャイナから組織を通じてチャイナマフィアに入るんだけど、あとの2万円は島って言っ
でそこのベースを持ってる日本のヤクザに入るように業務提携になったんです、うんうん、その日本のヤクザは5万円のみかじめ料だったら何にもしないで月に2万円入るんで、それがずらーっとあれば一定額どうにか事務所が維持できるぐらい、うん、一定はいいんですよ、それで安定しちゃうんだから。それでまあ困る人もいるけども、それは少数でしたね。で観察してて歌舞伎町の移り変わりってまあそんなようなもんなんです。ね、だから結構中国の女の人立ってますもんね。立ってますね。めちゃくちゃ、うん、その頃から変わらないおばあさんがね、80歳ぐらいの人がやってる喫茶店とカレー屋があってですね、歌舞伎町の入り口に今でも行きますとね、どっかで見た顔だねって言うんだけど、いや俺みたいな顔いっぱいあるんでちょっと、あそうだねっていうような年のおばあさんたちが何人かでやってるんですよ。そんな歌舞伎町なんですね。桜隆史ギャングスタ、昔と命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透、メキャピオクポーズでたら揃った好奇心、そう過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だ桜インプ、ああ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。